皆さんこんにちは、税理士の清水智でございます。今回税理士合格必勝法の最終第3部作になります。これは通りの総集編、いわゆるまとめに入ります。一部二部でちょっと伝えきれなかったこと、これを補足して締めくくりたいと思います。じゃあまず、前回と重複すると思うんだけども、田村が最後4年間連続して受かったという具体的な勉強の仕方、ちょっとみんなに伝えてほしいなと思います。はい、じゃあまず計算編での工夫、はい、計算は問題を1回しか解かない、これが工夫でした。間違えた部分、これは論点ごとにいわゆるテキストに、コピーして貼り付けることで、同じ論点でも、様々な角度から、問われているということが、そのテキストを見ただけで一元化されるので、テキストプラス問題集というようなイメージで、そのテキストをひたすら何度も読み込むと。で、あとはどうなの、はい、他に工夫していたこと。あとはですね、試験員対策、ここを非常に重要視していました。それはですね、試験員ごとに科目ごとに採点のポイントが違うと私は感じました。その採点のポイントは、毎年10月1日に国税庁から発表があるんですが、出題のポイントという試験員が発表しているものがあるんですね。それでどこに採点が来ているのかというところを参考にしていました。それはどういうことかというと、計算過程で点数が来ているのか、それとも最終値に点数が来ているのかというのが、その出題のポイントから見極めるということが非常に重要だと思います。それ分かる？そうですね、これは 100% っていうのはちょっと分からないんですが、私が、分析した中では、計算過程に点が来ているのか最終値に来ているのかというのは、その文言からですね、なんとなく推察ができるというところですごいね。それなんで知ったの、それ、はい、その10月でそれが出るって、学校の予備校先生が言ってるんだ、はい、毎年10月1日にその試験員が何を思ってこの試験を出題したかという意図ですね。で、またどこに採点が来ているのかっていうのも大まかに書かれている。で、そのために私はどこに点数が来ているんだろうって考えて、見出したっていうわけではないんですが、自分がやり始めたのが複数科目受験っていうものですね。はい、それはどういうこと。はい、これはですね、簿記論と財務諸表論と、消費税法、3科目受験の時にやったんですけど、そこで、採点基準がどこに来ているのかっていうのをちょっと見極めようと思いまして、もちろん一生懸命努力したんで、3科目あわよくば2科目受かりたいっていう思いはすごくわかるんですけど、やはり3科目すべてに 100% の力ってやっぱり人間注げないので、その 100% の配分を変える中で、例えば今回はもう最後の、もうその年で諦めようって思って、5回目の年だったので、財務諸表論を7割の力、お給料2割の力ですね、で最後消費税法は1割の力でやろうと思って、ただ何も考えずに試験に臨むということだけは意味がないなと思っていたので、その1割の消費税法を何かこう傷跡を残せないかというふうに考えたんですね。で、その傷跡が、先ほど申し上げた採点のポイント、これを、気づくきっかけになったんですけれども、消費税法はその年初年度初めての受験だったので、試し受験のつもりだったんですね。ただ、最終値は正直全く合ってなかったんですよ。全然合ってなかったんですけど、計算過程は予備校の採点基準で丸をしていくと、ちょこちょ こう合っていまして、1割の力でやった割にはできているなっていうのを感じていて、ただ合格には到底届かないだろうということで中をくくっていて、今は不合格であっても、点数が出るんですが、当時はその A ランク、B ランクとか、不合格は英語形式、アルファベットに表示されていたので、消費税法の合否判定が出てきたときに、その時 B 判定だったんですよ。1割の力の割には意外にいってるなっていうことで、最終値も合っていないのになぜだろうと思ったのがきっかけだったんですが、その時の出題のポイントを見たときに、計算過程を正しく理解できているかっていう文言だったんですね。というところで、あれ、これは最終値ではなくて計算過程で採点が振られているのではないか、そして自分自身も B 判定だったので、思った以上にランクが良かったので、あれ、ひょっとしたらその採点方法で来ているんじゃないかというのがきっかけで、翌年は所得税法と住民税っていうんですけれども、所得税法はじゃあどこで採点を振っているのかな
ていうのを考えたり、もしくはまあ住民税はどこに来ているのかなっていうのを考える。それでそこに例えば計算過程であれば、まあ、最終値を合わせに行く必要はないので、そこに注ぐ労力っていうのをやる必要はないということで、計算過程を一生懸命合わせなければいい。で逆に最終値を合わせなければいけないというようになっていれば、もうこれはもう集中してもう最新の注意を払って合わせに行かなければいけないので、そのためにじゃあメンタルを鍛えなければいけないというところまでやっていました。面白いね。これじゃあ計算に関する工夫、はい、ね、工夫ね。そうですね、はい。じゃああとはその他、はい、その他に頼むのが、はい、合格向かって突っ走る中での工夫、はい、したこといくつかあると思うんだけど、はい、大きくはメンタル、メンタル、ここが非常に大きいと思います。あれ私非常にこう緊張しいなところがあって、皆さんもそうだと思うんですけど、1年間、まあ、一生懸命勉強してきたことがその2時間という短い時間で全てを出さなければいけない。ちょっと大げさですけど人生をかけた2時間なんですよこの2時間を最高のパフォーマンスを出すためにどうしたらいいかっていうところで、私緊張してしまってですね、最初の5分が手が震えて時間かけないもう左手で押さえて書いたりしてぐらいこう思いが出てしまってたんですよ。きっとそういうご経験ある方もいると思うんですけど、 そうだろうな、はい、そこで、まあ、私これメンタルちょっと自分自身やっぱり弱いなと思って、心がけていたことが、実はありまして、一つは勉強の場所ですね、うん、これ実は私ファミレスでやってました。でこれなぜかというと、家でこうやったり自習室でやったりっていう方が多いと思うんですけど、実際試験ですといろんな戦いがあるんです。電卓をものすごい音で叩いてくる人とかですね、いるね、はい、なんで壊れるさ多分いるよ、はい、あと貧乏ゆすりして机が揺れる人で、私も最初はそれにやられてですね、集中できなかったんです。やっぱりこれはもうその環境に日頃から慣れていけば本番では絶対動じないなというのを分かりましたので、ファミレスでどんなに赤ちゃんが泣いていても、カップルがどんなに騒いでいても淡々と勉強をするということを意識してやってました。なるほどね。これ結構参考になる人いるんじゃないの他には。はい、他にはですね、試験当日ですね、うん、はい、ここに最高のパフォーマンスを持っていく、やれることはもう勉強は全て終えています、うん、あともう当日脳を 100% フル回転してもらいたいというところで、私が心がけていたのは本番1週間前同時刻に、まあ、会場の下見をするんです。で9時から始まる時には、はい、8時半とかに行こう。そうですね、8時半に行って、社会人だったのでやっぱりあの税理試験って平日あるので1週間前の同じ日の同時刻っていうのは難しいので、まあ、土日にやってたんですけど、うん、そうすると中には入らないんですよ。ただその門の前でですね、あの当日の、試験開始っていうのをイメージして瞑想をして5、6分程度ですけど、でイメージして目を開けて戻るということをやってました。あのメンタル面が落ち着くみたいで、うん、はい、あの心理学の本にも書いてあるんですけど、まあ、自分がこう感じたり五感で経験したものっていうのは安心感を生むらしいんですよね。だからそこは非常に効果があるので科学的にも証明されている。でそれあの受かった年って毎回やってた。毎回やってました、はい、受かんなかった時やってるの全く出なかったです、はい、で手がずっと震えてるっていう、はい、でそれをやってからは不思議と手の震えもなくなりまして、もう落ち着いて解けるようになる。その他にはですね、まあ、当日の食事、これは気をつけてまして、胃腸が消化するのに大体3時間かかるので、まあ、試験開始の最低3時間前には食事を取り終える。あとはあの可能な限りなんですけど、試験会場まで歩いていく。そうだね、当日、はい、当日です。私あの自宅からその試験会場までの道のりが、まあ、大体歩いて50分ぐらいなんですけど、その50分間を、まあ、夏場で暑いんですけど、うん、そうだよね、走ってたもんね、はい、着替えを持ってでですね、途中会場早稲田だったんですね、うん、で早稲田までの50分間でもちろんもう夏の暑い日なんで、うんうん、結構びしょびしょになる。そうすると、まあ、着替えを持ってるんで近くにこう公園があるんですよ。でそこで一回着替えてですね、で会場までまたフレッシュな状態に行くと、それも脳をですね活性化させるという意味で、はい、まあ、もちろん会場まで歩いて行ける方ばかりじゃないと思うんですよね。そういう方々には、まあ、ちょっと早く起きて、まあ、家の周りをウォーキングするのでもいいと思うんですけど、
と、とにかくやっぱ当日最高のパフォーマンスが出せるように、もう意識するということを心がけました。でも棚村さ、はい、結局4回押し付けたわけで、特に母材をさ、はい、大体一般的には3回以上、3回で落ちると、はい、みんなさ、母材メンタルぶっ壊れてもういいやって、はい、でやめちゃう人多いと思うんだよ、はい、お前よくさ、はい、立つとどまってさ、はい、何回も受験して、はい、まあ、結果ね、いい結果を生んだわけだけどさ、はい、その辺のね、まあ、メンタル含めてさ、はい、一言、二言ぐらいさ、はい、ドーンと、はい、そうですね、私が、8年の受験経験の中で、4回連続落ちて周りの人たちから、まあ、税理士には向いていないですとか笑われる日々があってしましたが、こうやって今税理士として、働くことができています。同じように苦しんで悩んで受験勉強されている方も多いと思うんですけれども、私が4年間、落ち続けても諦めなかったということを、お伝えしたいと思います。それは私はこれまでの人生で、まあ、成功体験というものは一つも正直ありませんでした。小さい頃から、まあ、フットサル選手ですとかプロサッカー選手になりたいという夢を追い続けて、まあ、頑張ってきたんですけれども、結果としてその夢が叶わなかった時に、税理士試験もですね、このまま、まあ、成し遂げられないまま、一科目も合格できないまま終えることがですね、人生を振り返った時に、ね、悔しくてたまらないなっていうふうに思ったんですね。でその時に、まあ、全てに共通する事柄だと思うんですが、結果でしか、まあ、周りの方々に納得してもらうことはできないなということを考えました。でそのために、まあ、今周りがどんなに笑われようがやめた方がいいよと言われようが、自分が、結果を出してみんなに納得してもらうということだけに集中するということが重要なんじゃないかなというふうに思います。こういうね、田中君がよ、入社してくれました。今、3年経ってね、はい、もうすでにお客様が棚村のためにお客さんを紹介してくれます。棚村がお客さんに頼んだら顧問料が上げてもらえるというところに普通に成長してます。もう諦めなくてよかったよな、はい、なあ、だからみんなもね、とにかく諦めないことですよ。諦めなければこの試験は必ず受かるようになってます。努力は絶対報われますから、これだけはみんな忘れてほしい。同じように悩んでたり苦しんでいる方、この動画を見てですね、少しでも前向きに取り組んでもらえればと思いますので、ぜひ、コメントお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。